ここまでまだ勝利がない20位東京ヴェルディ、今シーズン3度目となるホームゲームで初勝利を挙げることができるか。対するは前節千葉を下し9位につけるビファーレン長崎。前半はどちらも決め手を欠く展開。38分、ヴェルディ時和がシュート、さらにこぼれ球を平本が狙いますがゴールとはなりません。しかし後半になるとゲームは一気に動きます。51分、長崎はコーナーキックを得ると野田のボールに黒木の加入後初ゴールで長崎が先制。その8分後、大久野が持ち込むと強烈なミドルシュート、ゴールネットを揺らしスコアは2対0。ホームで2点を追う展開となったヴェルディ、ここから反撃に出たいところでしたが、その直後中吾がボックス内で東を倒し判定は PK。 佐藤浩一が落ち着いて決め、61分、長崎のリードは3点に。さらに長崎畳みかけます。64分、神崎のクロスから奥野のパスを受けた佐藤浩一、連続ゴールで4対0。意地を見せたいヴェルディ。70分、平本、高木大輔とつないだボールを時和が押し込み1点を返しますが、長崎は78分にも途中出場小松類がダメ押しの5点目。ヴェルディまたしても初勝利ならず、圧勝の長崎は2連勝です。